錦鯉の長谷川雅紀です。はい、占い師の大石です。ありがとうございます。さあ、本日は旬な人占い、はい、ということで、旬な人、はい、本日、先生に見ていただく方は、はい、こちらでございます。ババン、はい、ババン、はい、名字で高橋氏、三船氏って書いてありますけども、この高橋さんというのは、うん、あのトラブルっていうバンドのトラブル龍ですね。トラブル、今の勉強の話、トラブル龍ですから、高橋さんですね。トラブル、はい、とても旬な方で、そうですね、はい、でどうなるかと、そう、高橋ジョージさんと、三船美香さん、三船美香さん、ね、はい、どうでしょう。はい、また占い的にね、はい、生年月日をこう星に直してみたんですけれども、ね、ちょっと見ていただくとですね、お二人がダブリがありまして、ダブリ、ダブリというかですね、こっち側の高橋さんのものを書いたんですが、はい、例えばこれ一番右側のところと、それから三船さんの一番左側のところが、うん、全く同じ組み合わせになっている。で、逆に三船さんの一番右の端のところは、うん、高橋さんの、一番左端と同じになっていると。あれで、かなり珍しい配合というか組み合わせなんですよ。へえ。これは、まあ、要するに同じものがね、こうあっても、はい、2つもこうあると、そうするとやっぱり、まあ、縁は深いよっていうふうに考えるわけなんですよ。でも相性いいのかなっていう、うん、イメージ。そうですね、まあ、相性の中でも縁という点で引き合うものとしての腐れ縁というのはとってもあるんですよね。だから、まあ、おしどり夫婦でもうまくいってきたろうし、はい、ただ一辺こじれた場合にですね、こういうその同じものを持ち合っていると、うん、なかなか決着がつかないとかですね、うん、いろいろこう、なんだろう、離れたくても離れられないみたいな形になりがちなんですよ、うん、ということは、この後、結構こういろいろとごたごたがですね、続いてしまうのではないかという心配がありますね。長引きそうですか。うん、そうですね、おそらく、まあ、大人同士の話だから、うん、ご当人たちのその離婚という問題に関してはもう決着出てるのかもしれないですけども、はい、まあ、やはりどのご夫婦でもその、お子さんの問題ですよね、うん、まあ、親権の問題であるとか、その他財産分与の問題であるとか、はい、その意思や気持ちだけではない部分というのが必ず付きまとりますので、うん、ちょっとこの辺に関してはですね、そうそうあっさりとは済まないのではないかなという心配があります。なるほど、うん、その占い的にはあれですか、その年齢差すごいじゃないですか。あ、はい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 、それはあまり関係ないですか。これは本当にその人によりまして、はい、ほとんど年齢差のない方がいい人もいるし、うん、逆にものすごく本当に一回り二回り、まあ、今回はこれ24歳違うんですよね。二回り違うんですか。二回り、24って12の倍数だから2人とも犬年なんですよ。ああ、ちょうど12の12の24違いで犬年同士なんですよね。お、まあ、こういうのはちょっと特別ですけれども、実は生まれの星によって、とっても年齢差が あった方がいい人とそうじゃない人にはっきり分かれます。そう、これはだから自分の習性を知っておいた方が、まあ、幸せな結婚につながりやすいだろうと、ほういうことになりますね。わかりました。まあちょっと長引いちゃうかもしれないですけれども、まあ、それぞれの幸せのためにですね、もう見守るしかないですね、はい、と思います、はい、ありがとうございます、はい、それではまた明日も見てください。